ありがとうございます。今日も最高の一日にします。仕事行ってきます。違います、カフェに行ってきます。朝から読書とゼロ秒思考と行きます。階段で行くんでね、まだまだ今日ちょっと気合が行きます。最高。コーチング受けました。最高です。セッション終わりました。最高です。自分の考え方、認知、すごく自分で意味付けしてるんで、それが気づけてすごく良かったです。セッション今日3本目。いやー、めっちゃ疲れた。お疲れ様でした。